かげろうの日記異文1華やぐ人彼女の人目を引いている訳は見るとすぐにひやりとさせる顔の冷たい美しさであったそれにも増して いつも容易には笑わない子で、ただ目をちらつかせるだけで、それで言葉の代わりになり、笑いの意味をも伝えた。品とか位とかいうものを生まれながらに持った女と見てよい。品と位のある顔は、もう十七歳になっていても、こぼれる色気を退けていると言ってよかった。 雪の降る日にも水をあげて庭を見守る日常にはその景色にふさわしい顔立ちと見るよりほかはなかったあまりに品の高い顔というものには人の心を入れないあざけりが含まれている神々しいという感覚には叙情が乏しいものなのだ 陽炎日記の筆者である紫ンの上は天暦七年には十八歳になっていたがつやつやしい皮膚の明かりは持っていたけれど高慢ともあざけりとも見える顔つきは深まる一方でそれは消え難いものになっていたこれが平安の倒やめの一条件どころか姫たちの顔にそういう弾く高ぶりを見ることが 色好みの喜ぶいかつさであった最も美しいものにその反対の幻覚が欲しかったしそれを踏み越える残酷を彼らは競うて眺めたそんな意味でシオンは人の目を引いていたし男に飢えを与えた幼少の頃から雨かずらをなめるのにも シオンは誰知らぬ間にそれをなめ、浴みする時にも目の母に体をすきみはさせなかった自然な行いに不自然に成長していく自分を遠いものに見ていたかった女である初見の日はこの若い姫の目に汚らわしさを自らに顧みたほどであった。 何故にそうならなければならないかが、シオンを苦しめた。教授とか、見識、守り、身分というものとは別個なこのいざないを、女はなぜに避けられぬかも、ある日の長い不快さだった。彼女は月山とか池とかのもろもろの草木を眺める間にも、その日の目の穢れを感じたほどだ。 それも十八歳では次第に慣れてはきた思いだったが白綾の重ねを着ぬ日は鬱陶しく忌み嫌う日のうちでもこの日の続くことは木々の上にも人の穢れを覆うような咎めを感じたある夜シオンはこのことを目の母に打ち明けようかそれとも以前のままで過ごしておこうかとその世も惑い続けた。 それはもろの乳房の先端にコリコリができ乳房の峰にしこりとなってだいぶ前から現れてきたものであった。女心というものは何事も犯さずにおとなしくしていてもある忌まわしい事柄をほのかに考えてみた後には体に異常が権限するものだという覚えるともない覚えがシオンに ちぶさの忌まわしいしこりを表してきたことで顔色を青ざめさせた諸女というものはその考えにすらうかつに男の性を介入させてはならぬものだという教えが恐れとなっただからシオンは手で肉体のいずくにも触ることを平常もしていないし肉体が日にたわわになることが気になっていたことさらに ちぶさに触ることは避けていたが気のせいか触れば遠い痛みがあったこの痛みはそのまま打ち捨てておくわけにはいかぬ気がし目のとに今日話をしようか明日聞いてもらうかに焦ったある夜着替えの折オンは目のとの手を自分のちぶさに持っていきこれを のとは乳房のしこりを探りそして傷むかどうかと尋ねたがシオンは今は傷んではいぬと答えた翌日明るい日の中でシオンはあからさまにノトに見てもらったそしてノトは触らずにそのままにしておくことに注意していったこれは若いうちによくあることで そのままでいらっしゃればいつの間にかなくなっていくひとときの現れにすぎませぬ。女が女として見られるまでには、主樹な体の席がございます。席は大切に守ってやらねばなりませぬ。目のとはいつもシオンから反射された真面目腐った顔つきで、お見事な落ちぶさでいつでも御父が、 断ればほとばしる時がやがてはございましょうと言ったがシオンは心から嫌な顔をし購買重ねを引き合わせて隠してしまったからかわれた気がして見せなければよかったと思ったそれにもう一つは目のとが着替えを頻繁にさせることが物浮く、そのままにしてたもれと言い続けても 激しい若さの発散物は甘酸っぱく悲しい汚れとなり襟の錦を曇らせた彼女は炊き込む甲の間に自らの肌の匂いを嗅ぎ分けることではほとんど束の間の間に嗅ぎ当てることができた18歳の秋初めてシオンは卵鳥の鳥花を作った。 どうにも、父・藤原智康にも話されないし乳母にも召使いたちにも打ち明けてもわからないモヤモヤに襲われた腹が立つ怒りにも似てそれとは比べられぬ物悲しさであった自らのために生きるのか父・智康に安堵させる聖人の美しさにたどり着くためか一切 生きることの目標をはっきり見定めたい気持ちのいら立たしさであった「何しかは生きてこれの身を麗しと褒めも折りけれ白き果てなき我が身の山にもかけて育ち届きぬ」「人の身の山かけ草かけがようはおみなごの祖は何の事柄」 母に依頼求むることにあらず、またよそ人に尋ねることにもあらざれば、我は見ぬ、山かけて輝く身の大きさ、うるわしとのみ言うは愚かよ。花作るは草木のみにあらざれ、我が身の今宵の照りは、ゆずとみにあふれて、月悲し、そなたにも似て。 シオンは書き終えて恥ずかしさにミスの外を伺い再読して顔をあからめたどうしてかようにあらわなことを書き記したかとにわかに紙を丸めてしまった筆取れば思うままの振る舞いが書き分けられ到底口にすることもできない恥ずかしさもすらすらと書き述べられることのキーと面白さに シオンは別の紙をまた広げて思いのひだを調べた書くということは心のままになることであり書かれたことに向かうことの親しさは自分というものの在りかをしっかりとつかまえられる気になることであったいまひとつシオンに与えた遺憾の動きは使えのものの立ち居にも朝夕のすのこの景色 草木も今までよりこびた名色に移りとりわけ青い薄葉を述べた机の趣あるシオンの星座までが後の世につながる思いであった書くということの嬉しさの果てにシオンは生きる自分を見ることに疑いを持たなくなった彼女は自分に言い聞かせてみた 何でもないことどもでもを書きためて昨日が何のためにあったか明日はまた何のすがで訪れるかを薄葉の上に述べてみたかった薄葉は落ち着いて落室を待ち落室は昨日よりも多くを訪ねるのであるものを書こうとする私よ今までどこかに隠れていて 不意に私にたまったものをすくい上げようとして来てくれた新しい私。私はそなたを頼み、そなたは私を買い抱いてくれるようにと、シオンは自分をつかんだ。父友安はある日机に向かっているシオンに、その書き物をお見せと言った。 見せはしないであろうがシオンの叔母の佐野が今からあのように書き物をしてとの合わせも帰り見ないでは困ると進言したためであったやはりシオンは父にかぶりを振って紙を開いて見せることをしなかった再度や康はただの一枚だけでよろしいそなたがどのあたりに筆をとどめているかを知りたい そなたも自分の文の財を確かめておかねばせっかくの書き物も無駄になるではないかと言いシオンはその言葉に初めて意味を知った和らいだ顔つきで一枚の薄ようを差し出した「私はごまの五婦を飲んでみたが母上の仰せのようにお腹の痛みは止まらなかった」。 あのような細かい砂子のどこにお薬になるものが潜んでいるのであろう。私は物意味のない晴れた日の河原に出て、僧が砂子を救い、亀に納める姿を見たことがあった。それは尊い家事祈祷を与えた砂子であり、服用すれば疫病も治るという僧の申し開きであったが、私には何の効き目もなく、その虚しい砂子は、 次の服用には用いずに取り捨ててしまったが尊い砂子のたたりもなければ捨てられた砂子には青い煙も立たなかったかえって今になればつららをなめ雪みぞれを頬張っていたら私の服中も爽やかになったかもわかりません。かように記された言葉に友康は 書き物をしてから連城にある娘の毛振りをそれは書き物によって心のもゆるありさまであることを知ったその締めくくりにはさらにこう記されてあった「もちろん母上の仰せは仰せであるが私の考えも考えであるとしなければならぬ」と添え書きがしてあった。 やすは娘の顔を今日は見直すように見て物を描くということの恐ろしさ描く材を目の前に見たまぶしさを抑えていったそなたほどの娘をまだわしは見たことがないわしが今見たものは特にわしの娘から離れた一人の菜園として華やいで見えるしかしそれは花のように潰れてしまうかもしれないし 才能はたちまち跡形もなく称賛するかも分からぬがこれだけに盛られているものがどのようにして滅びるかが見物であると言ったさらにそなたが子供の折からなかなか笑わぬ子であったし冷たいだけの霊質だったがそれはそのまま鍛えられただけで今もそうなのであるわしは娘としてのそなたが かように人の気を寄せつけない女におびただしい懸念を持つと言った「お父上私は心で思ったことを顔に表すていの女でございません。そのために聴歌をものし日記風の物語を作るのでございましょう。ものを書き始めてから草も花にも顔と顔と 愛触れる思いがしてなりませぬ。続めて申せば楽しい心の弾みを感じているのです。お父上は今少し私を当世風な目と装いでありふれた娘としてのお望みが終わりでしょうか。わしの望みは迷うている。そなたがこのままに紙と筆と思っていたら、 二人亡き女性になり得よう。しかしそれは女の幸せになるかどうかは疑わしい。ではよき妻にとのお望みでいらっしゃいますか。父という者の,の願いもそこに落ち着くが今はそなたをとどめるにはわしの力量が不足しているくらいだ。 シオンは大勢の使いにも智康の遠慮がちなもの母や目のともシオンに触らぬよう気を遣っているのがつらかった妙な気遅れが表にはなかったけれどみんなの心にシオンになるべく触らぬようにしているのが余計目立ってきたのであるシオン十九歳髪は後ろにけぶり 双眼はただその瞳と同様に住んで普通の姫たちとは年の二つくらい上に見られた当時の後期の姫たちにある共通の剣のある面持ちはシオンにあっては諸女の気高さに加えて物書く人の恐れを拒んだ大行な目遣いとけぶりがあった冗談とか笑いとかを 生まれながらに退けた人の美しさであるそういう女に梅の枝に歌の文を寄せ7日余り通い続ける男があってもシオンは少しのうろたえも見せなかった彼女自身がそれを作り上げるわけではないが机を離れて庭を眺めているそばにほとんど寄り付けぬ目次があったつまり何を言っても 邪魔にななる気配なのだその年の春の終わりに友康はある日紫恩に藤原兼家からの申し入れを伝えた兼家は右表江の助で右大臣諸助の三男当時は本妻第二夫人の並立される時代だから時姫という本妻があって 道隆がすでに生まれていたシオンの教授はそのような言葉を父の口から聞くだけでもさらに高く反発したのであるシオンはたじろぐ父のおびえた顔色を見つめて臆しないでいったお父上は兼家様になんとお答え遊ばしました 私はそれから先に伺いたいのでございます。わしは内諾を与えておいた。そなたとてもそのまま一人ではおられまい。兼家様には時姫という方がいらっしゃいますことをご存知でしょうに、お父上としては私の心をまずお尋ねくだされてもよろしかったはずでした。それで そなたは、私はそのように本妻のある方には心が動きませぬ父友康の沈着も澄み切ったシオンの顔から目をそらせるようにこの言葉が働いた友康もまた聖将の境にこの時代のしきたりの地上を拒みえぬ人だった 父をあがめていたシオンがこれらの情景の中に父を見父を感じその教養を合わせて考えることが苦しいものであった父もやはり男というもの男の持つ一切を備えている人としての考え方はシオンにはいつもそれを取り除きたい嫌なものであったシオンの考えは無理にも 男でない父、今の世上の男たちの持つ放落を持たぬ父としての味方を持ちたかっただから今日兼重の求婚の話が持ち出された時の父友康の言いようのない目に見たことのない決まりの悪さ娘というものに平然と暗い波をかぶせることを勧める友康を父でない別状の人のように思えたシオンは 普段父の匂いを嗅ぐことが嫌いであった母には父の匂いがあって楽しかったが父には父に似た匂いはなく厳格な高い英知の気配にゴツゴツした崖のような匂いがシオンに父というものの匂いであったことがひそかに嫌われていたそれにもましてシオンはさらに細かい目で父の胸とか 手とかを見て世上の男というものをひっくるめて見なければならぬことをいつも恥じた父の目欲の檻に行き合わせた時はシオンの驚きは小さい叫び声と胸には鼓動を感じたくらいだった娘というものはあらわな父の体を見てはならないものだそれを見たときには目は洗わなければならず。 心に長くとどめていてはならぬものであったシオンはまた何かの弾みに若い市長が井戸のほとりで体を拭いている姿を見た時甚だしい恥ずかしさを覚えたしかもそれらの世界が一度目に入ると抜けることを知らないで長く覚えていることがさらに忌まわしかっただからシオンは 自分の体のどの部分にも真珠に入るとそれに触れぬよう手はと根の上に重ねて寝ていた母からの教えもあったが19歳のシオンの守ることは夜は手を体から外して寝ることであったそのようにして寝ることの羽ばかりのない慎みは夜半は目覚めて体の両脇に置かれた手の安泰を覚えると 何よりも正ししいい恥じじない嬉しさを感じた。「今宵も私は良い寝姿を備えていた」という喜びはシオンの純潔を築いたある秋づいた夜の浅い時刻突然門の前に牙の気配がして入り乱れて戸をたたく友のある者がいた。 シオンの心情にもその物音が聞こえ邸内の使いの女たちがその騒ぎに皆表がかりに出て様子を伺った召使いたちがシオンに伝えて藤原兼家が正式に求婚する使者であることが分かったいずれにしてもお文をいただくよしがないと突っぱねても使いの武官は もう屋敷のうちに馬を乗り入れ友の者は今度はひっそりと植え込みに集まった友の者の差し出す文章はにわかに思いついて書いたものらしく粗い紙に金家の納筆にもかかわらないちびた筆跡でしたためられてあったシオンはただそれを例の冷たい思いで読んだ みんなの騒ぐ中でこのような落ち着きを見せるシオンがどう依頼するかと使えの人々は見守ったもちろんシオンは返しを書く気がしないといい友康の妻はそれだけはお答えあれと何度も伝えた文章の内容は「音にのみ聞けば悲しなホトトギス」 ことを語らわんと思う心あり」とあるだけでシオンは返しをかかぬといいその答えを待つ門内外のざわめきに使えの者らがくわえて騒ぐのがやまなかった「語らわん人なき里にほととぎすかいなかるべき声なふるしそ」。 私はお話の相手になるようなものではございません。二度と手紙など下さらないように。」と書いてシオンは急に自分の周りが踏みにじられている気がした。間もなく武漢の友が去った後その五穀のわびしさと腹立たしさで初めて眠りが妨げられ明け方近くすでに大しい尽くしの鳴く声を森の辺りから来るのを聞いた。 このきっかけでは、金家の度びの恋歌となり、シオンは時たまそれの返しを書いた。父、友安の目は、ただそれを眺めているだけであった。あれだけのシオンが変化を送るということに、友安はやはりそこに、女の生きみを見るようになった。鹿の根も、 聞こえぬ里に住みながら、怪しく会わぬ目をも見るかな。という金家に、シオンはつい、あなたは鹿が並びなく高砂の尾上のにいらっしゃっても、お目が覚めていらっしゃる風とも聞いていませぬのに、お休みになれないなどと承ることはありそうもないことに思われます。シオンはこの返しを書いてから、 しげしげと兼家の文が来てそれをいちいち返していたその時シオンの気づいたことは今まで書き連ねた文のさえ習い務めのことごとくが兼家に送る文の力となっていることであり今までのように漠然と文を練るために机に寄ることがまれになった私は変わりかけている と気がつき始めた。今までに作り上げた誇りが後もなく現れ別のシオンという女が現れ始めたのだかように兼家の文を返している自分に気づいた時はもはや遅いそのことで高がな一階の男としての兼家はただシオンを自分のものにするために 突き進んできて退くことを知らなかったしそれを受ける子音は何の防ぎも持たずまた経験というものから教えられることはなかった処女というものの脆い危なさ高い誇りも崩れやすいのはことごとくの純潔という油断がちの隙間があるためであった。 この夜は屋敷の中にことさらに物音が絶えシオンは胸に軽い虫知らせが感じられた贈刀家の折り重なりが宵の程から女の身を持つためのいぐるしさが騒ぎ一方には今まで作り上げたシオンの冷たい誇りが金家に心そわぬものを用意していたあのように 時姫という人をそばに寄せつけている兼家に私としたことがこの胸騒ぎはどうしたものであろうとシオンは生き身というものが心の高さとは別ような働きを見せている自分を感じた肉体は熱く反省は冷却していたが物音のない屋敷の中に衣装のすれ合うそれを気の付いた時には のの近くにさやさややうのを聞き入った。シオンは身を縮め震えていたそこにはシオン自身が今までに覚えたこともない震えが言葉をもぎ取り身を立て直す余裕すら与えなかったただそこにシオンの頭に繰り返されてきたことは何事かが起こりかかっていてそれに自分が引き込まれているのに それから身を退くことのできない境にいることであった短いその時間に父・友泰の顔がよぎり母や目の戸や使えの女たちの目が見えてきてそれもすぐ消え去ることであった何たるひどい孤独が例えようもなくシオンをいじめ抜いていることだろう震えは全身に荒い波となり もはや細かい震えは失われつつあったシオンはこの孤独の境から早く連れ出してもらわなければ震えの止まるところに行かなければならないものを求めた自分の絹ずれのさやめきがまるで屋敷中に広がる大きい音色に聞こえた生ぬるい金家の手が 震えるシオンの手の上に重ねられたあなたにここでお目にかかれたことは遠い世からの役を踏んでいるとしか思えません遠い世にあなたと私の名が記されているところがあってそれを今日訪ねて参ったのですちょうど人のいないところに鏡のようなものがあって そこにあなたの名を突き詰めて参ったはずみに、今あなたを見たのですと、カネイエの言葉が耳元を過ぎた。シオンはまだ答えることができずに、カネイエの次の言葉を待った。あなたがお許しくだされることも、お父上がとうにご存知のはずですとカネイエは言った。 そしてシオンがやっと返した言葉はただ震えるばかりのわずかな仕草だったシオンは自分の小さいこと怯えて何も言えない自身がこうも弱々しいものであることを恐ろしく思った夜が明けきらない前に金家は去った シオンはやっとかりそめになされたことではございますまいと言い金家は命に代えても軽はずみではないと誓い事を含めて言った明け方の鋭い空の切れ方が庭いっぱいにみなぎりあまりに変わり果てた景色の異様な美しさにシオンは身震いをし肌をすく明かりを恥ずかしいともつらいとも言いようもなかった。 シオンは引きこもって誰にも顔を見られたくなかった身の重さ心の鬱陶しさ初めて普段見慣れた比えの山々がこともなく知らぬ顔をしているのがあまりに穏やかすぎて見えた山といいもろもろの風景といい少しの関わりのないありさまでいるのはシオン自身が一夜で変わってしまったことに元があると気づいて ようやくそれが不快な半径になってきた金家から絹々の歌には「今日の日の暮れまでの長いこと夜をかけての思いに涙もとどめることはできない」と言ってきたシオンはそれをただむしろ呆然として見つめ「哀れにもこの今日の 「いかようにしてもくれるに長くかかることをもろともに知った」「そして物思いというものが消していく時間が早いはずであるのに今日の日は長く所詮泣きすすっているとしか思われない私でございます」と返しの歌を送った「思うこと大井の川の夕暮れは心にもあらずなかれこそすれ」 三日目の朝、夜明けのさいざいした表通りを行くのにも心がいっぱいで道の土さえ動いて見えるほど夢中であったと金家は書いた「篠の目に起きける空は思うえで怪しく露と消え帰りつる」「あなたとお別れするということは次にまたお会いできるという結びを与えられるようですと」と エは婚意を固めた人をいたわってしたためた「シオンの変化」「あなたは奥くつゆにも消えたいお心でいられますが私はどのようにお答えしてよいのでございましょうかその奥くつゆよりももっと当てにできないような私ですもの当てのない方を当てにしていく私はどのようにして ずっと先お目にかかれることやらそれを思うことはなかなかの悲しみに思われます定めなく消え返りつる梅雨よりも空だの目する我は何なりいつの間にかシオンの上と呼ばれるようになっていた彼女は少しずつ深く金家に傾き 7月にはもうその結婚が成り立っていた。「声はぶる大阪よりも音に聞くなこそをかたきと知らなん」と婚意を断った子音であったが門前に金家の友ぞろいを今はただ松見の過疎けきにぎやかさを覚えていた。 あなたが私からお離れになるような日がございましたら私は何をどのように申し上げたらよいかと気ぬ気ぬに彼女は言うようになりそのような言葉が自分から生まれ出ることを変わり果てた女に思えた文の机によることもなくなった代わりに終日思い続ける金家への死体は誠の男ではないと決めてかかっていても やはりその容姿までが立ちどころに自分を捉えた男の持つ不思議ないくら嗅いでも足りることのない匂いがかつて父友泰の匂いさえ嫌がっていた人に今度は彼が去った後にとどめる匂いにも心惹かれていた「かぐわしとのみにあらず命めく匂いなりと 彼女は優しい思いをいたわったそれらの日々はシオンの上の顔に明らみを加え頬の峰には艶が差しのってきた